アイダル・アームリーは、14世紀のシーア派の思想家、哲学者である。1319年頃に生まれ1385年以降に、亡くなった。イブン・アラビーの思想をシーア派の側面から批判すると、共にシーア派的グノーシス主義に統合し、14世紀にイスファハーン学派を誕生させた。イブン・アラビーの存在一正論を進化させ、特徴的な終末論を唱えた。 今日まで続くシーア派哲学の基礎を築いたアームリーの思想的努力は、欧米や日本へは、アンリコ・ールバンの先駆的な研究により紹介された。記事アームルに立つミールハイダル・アームリー病。イラン国会産、ハイダル・アームリーは、カスピ海南岸に位置するタバリスターンのアームルに、伝わるフサイン系の、聖水泳の一員であった。当時のアームルはシーア派ムスリムが多く居住していた。 ことで知られる。非常に幼い頃からマドラサで、イスラーム法学を学んだが、法学のみならず、イマーム主義のシーア派思想、神秘思想の探求にも没頭した。ハイダルは最初アームルで学び、後にアームルから少し東へ行ったところにある、アスタラーバードや、イラン高原中央部のイスファハーンでも学んだ後、故郷のアームルに戻った。アームルでは、当時タバリスターンを治めていた。 バーバンド町のハサン二世の信頼を受けて徴用され、ワキールにまでなった。しかしながら、ハサン二世との緊密な関係を築き上げたその直後、ハイダルは信仰上の危機を経験する。著書、童貞の内なる秘密によると彼は、自分が崩壊していくような気持ちになり、自分をすっかり神に捧げることができる場所へ移る、必要があると感じたという。そこで、ハイダルは、 神秘思想をより深く探求していくために、宮廷での地位を捨てた。なお、ハサン二世は、ハイダルが宮廷を去った直後に、身内の裏切りにより暗殺された。ハイダルは宮廷を去って、ティヒランの村で、ヌールティーンティヒラーニーという名のグノーシス主義の苦行像をシャイフとして、スーフィーの修行を始めた。死のもで修行を始めて三十日足らずで、 ヒルカというスーフィーがまとうマントを身にまとって、聖地真っ赤に向けて、巡礼の旅に出発した。途中、シーア派の聖人の霊廟に立ち寄りつつ、エルサレム、マディーナも目指した。しかし、マディーナで病気になり、そこを去らねばならなくなった。残りの人生はイラクで過ごし、バグダードで当時シーア派の最高のウラマーであった、ファフルティ・ムハンマド・アルハさんと、 ナーシル・ウッディン・アルカー・アルヒッティの二人を含む大学者の中で研究をした。そして、バグダードの南にある町、ナジャフのシーア派のモスクに30年間にわたって住み、1385年頃まで生きていたということが文書に残されている。シーア派イマームの伝承をまとめた本が遺作となった。イスラームの卑怯主義におけるハイダルの教説は、 以下に述べる二つの重要なテーゼをめぐるものである。第一のテーゼは、十二イマーム派のシーア派思想をイスラーム神秘主義であり、統合されたイスラームであると考える思想である。このテーゼによると、シーア派思想は、シャリアとハキイカとタリーカの三つの均衡に基づいている。ここでは特に、ハキイカが、シャリアの秘境的側面として捉えられている。 第二のテーゼは、シーイズムとスーフィズムに関する。第二のテーゼによると、スーフィーこそが、本物のシーア派であり、逆もまたしかりであるとされる。本物のシーア派とはシャリーアで妥協することを良しとしない、もののことを言う。このテーゼを断言しながら、ハイダルは、スーフィズムとシーイズムを対立させる、兄弟殺しの争いを終わりにすることを願う。しかしながら、彼は、 両者の際について認識があり、自分の理論に致命的な側面が含まれることにも自覚がある。もし、スーフィー用者がハキイカを得得したならば、彼らのうち何人かはシャリアを拒むだろう。そしてそのことは、彼らに文学者や法学者への迫害を誓わせるような、上記を一した言動へと彼らを導くことになる。他方では、イマームとされる人たちが、 イマームと同程度には正当性を有していないシャイフにとって変わられることにより彼らはスーフィーにより軽んじられるだろう。これはスーフィーたち自身を大きなさまよいへと導いてしまう。これらの批判を超えた先でハイダル・アームリーはスーフィーたちがシーア派とのつながりがあることに気づくことを望んだ。なぜならハイダルによるとスーフィーたちは自らの本当の出自を忘れているか あるいはその進化に気づいていないシーア派であるからである。イブンアラビーと中にイマーム派の神知学を使用させたハイダルの著作は、この二つの主張には内実に深い一致点があることを示して、これらに実りの多い影響を与えることとなった。ハイダルはまた、存在一正論的概念の決定的進化を成し遂げた思想家であるともみなされる。イブンアラビーの刑事情学に触発され、 ハイダルの用語で言う存在論的タウヒードは、正当的神学者や大衆敬合神学者らの神学的タウヒードに反対する。後者がひたすらシャハーダの神の他に神なしに根拠を置くのに対し、前者は次のように言い表される、存在の中に神の他には何もない。これこそが一つであることと存在することとを統合で結ぶことを成し遂げて存在の中に一体性。 唯一性を打ち立てるイスラームの神秘的神知学、卑怯主義のテーゼである。ハイダルのテーゼは、これを禁じられた、半信論の一つに過ぎないと考える神学者から、常に攻撃にさらされてきた。しかし、その意図はより高妙であった。ハイダルの説は、あるということ、存在するということの形事上学的多言論に、存在論的根拠を与えることを問題にした。 もし神が荒らしめる純粋な行為であり、荒らしめる唯一の存在であるならば、存在の外側には無があるのみであるから、神は存在の中に複数の存在を置くことになる。ハイダルによれば、荒らしめる純粋な行為とは、創造主が絶対的に働きかける動作種であるとともに、世界が絶対的に受け入れるものであることを意味する。世界が受け取るものであり、 世界に対して動作種であるものこそ、名の多様性、天地創造に息吹を与えた神聖である。還元すれば、すべての多様性は、程度の差こそあれ、常に、神の権限であらざるを得ない。多様性の存在論的一貫性は、根拠を持ち、確実なものとなる。そして、すべては幻想であると考える幻想は、最低で最悪のものであるということが、白日のもとにさらされる。 ここで、ハイダルは、世界を虚無化し、信仰の基礎を毀損する、神への虚しさに取り憑かれた幾人かのスーフィーたちの、態度や心情に対して、狙いを定める。彼らによれば、天地創造、天国、地獄、審判の日における復活というものは、幻想であるとされていた。最終的には、ハイダルの存在論全体は、神を知ることなく神を熱愛する。 協情的な進学者に肩入れせず、自分自身を消滅させることを望む神秘主義者にも肩入れしない。もう一つのアームリーの教説は、存在論的タウヒードが救世主の到来により証明されるだろうと信じる、ものである。ここで言う救世主は、アームリーによれば、お隠れ状態にある12番目のイマーム、ムハンマド・ムンタザルである。アームリーの12番目のイマームに関する思想は、 先行するジュニーマーム派の学者らの思想を踏襲するものである。ここでアームリーは特にアリーが世界のワラーヤの印であり、マフリーこそが預言者の時代のワラーヤの印であると説いた。この点においてハイダルは崇拝するし、イブン・アラビーの教えを強く批判することを意わなかった。イブン・アラビーはイーサーが世界のワラらヤの印となると信じた。また、 ハイダルは、お隠れ状態になっている十二番目のイマームと、聖ヨハネの福音書の中で予告されている救い主との一体化にも寄与した。この一体化は、十二イマーム派の文脈では、予言が回帰するという意味合いの刑事と調和する。この刑事は還元すれば、今のお隠れ状態が終わり、ワラらヤの支配が、いつまでも続くという刑事である。この一体化は、 フィオーレの弱アキムによる精霊支配と予言者による永遠の福音が西方より知られるようになったことと深い関係がある。アームリーの著作は四十点以上あったという記録があるが現存するものはそのうちの七点のみである。オズラ・アル・サリエは、アツ・アル・トリカワンゴ・アル・ホカカにおいては、アームリーの個人的見解として、心的統一体、予言者性、終末論、イマーム主義、 正義という信仰における5つの基本原則があると2回ほど言及している。また、ジャーメアル・オズラーはマンバール・アンボーにおいては、ムスリムとしてなすべきこととして、断食、記者、巡礼、聖戦があるとも言及している。アームリーは、シャリーや、タリーか、ハキーかという3つの異なる観点からこれらすべての諸問題を議論する。なお、ジャーメアル・オズラーはマンバール・アンボーは、 アームリーの著作の中で最もよく知られている。三分冊構成で各一冊は四つの章に分かれる。あるマサー、LR ア,アメリアはアームリーが死であったファフルルイコールム発火院に当てて書いた書簡集であり、進学及び法学的見解が述べられている。また、この書簡集にはアームリーの肉質が保存されている。1359年から書き進められた リースラットある、ボジュー度ファイマ、リーファットアルマバットは、アームリーがナジャフに移り住んで、以降の1367年に完成した。ある、モーヒートある A、ザムは、1375年か1376年頃に、完成した七巻本の注釈書である。ノスアルノサスと題された本書は、イブンアラビーのフォススアルエコムにつけた注釈であり、アームリーの生涯に関する、 自伝的な内容が一部に含まれる。アームリー最後の著作とされるリースラットある、オーレムある、アリアは数あるイマームに関する伝承のうち、アームリー自身が神聖であると考えた伝承を集めたものであるが、別人による偽作説がしばしば議論になる。フランス語訳で読めるもの。ありがとうございます。